では、速稼説明図に対する包帯法をやっていきたいと思います。まずこのように足の角度を90度にしていただいて、でそれから巻いていきます。で一番最初は、包帯がずれないようにこのように少し折り返していただいて、この後に、フィギュア8というのを巻いていきます。で1回環交帯というのを巻いてから、今度はヒールロック、かかとを止めるような作業に入っていきます。で1回大きく包帯を止めて、で2回包帯を大きく止めます。で、この幅があまりにも短い と、どうしても圧迫が強くなってしまうので、圧迫をなるべく、均等にかけるようなかけるようにしていただいて、このようにある程度長さを持たして、で最後はこのような包帯を留めるような金具で、留めていきます。このようにして簡単に足関節の包帯をしていきます。